はい、こんにちは。ブラックショット。今日はね、ロストテンプルでチームデスマッチをやっていきます。で、なんか開始、このゲーム始めたばっかなんだけど、まあなんか MP7 がね、あるって聞いてすぐに買って MP7 使ってたわけなんだけど、初期武器の他のね、アサルトライフルとかを使ったことがないんで、今回は M16A4、初期武器のアサルトライフルを使っていきます。初期武器ね、M16 なんだね。この狭いマップで上を取っていく。もうこの先がね、敵のリスポーン地点なんで、結構やっぱ上取ると有利なんでね、上を取って有利ポジションから狙撃していく感じのスタイルにしようかな。敵がいない。あ、いた。ああ、なるほどね。レートは、まあまあ。まあ、MP7 との違いがね、よくわかんないけども 違いがよくわからん。おっと、目の前。まあ、ちょっと威力高いか？気持ち。いや、このゼブラ模様のサブマシンガンめっちゃ使ってる人多いんだよな。サブマシンガンはこれなのかな、やっぱり。おっと。生き返ったバッグのやつが。どうしよう、完全にもうリスポーン地点まで迫ってるんだけど。ああ、もう俺降りるしかない。1人2人。まあなんか普通だね、このゲームの銃は本当に癖がなくて、本当にリコイル制御とかいらないのかな。おっと、上。狙ったところに飛んでいく。ボーム投げてきたよ。いた。やば。生きてる、まだ。おお。さあ、階段下を見張って。ああ、ちなみにね、このゲームちょっと変わってて、普通にプレイしたら部屋が1個もなくてみんな動揺すると思うんだけど、グローバルチャンネルの05ですね。普通05ってかそってると思うんだけど、なんか05にやたら人が集まるんだよね。なんでね、間違っても01入って人いなくてやめちゃわないように。05に入って人いなかったら多分もうどうしようもないっす。上から追尾していく。いて。なぜか05ね。グローバルの05です。まあ、チームデスマッチとかウェポンレースとか、あとキャプチャーザフラッグのゲームモードだったら結構部屋あるんでね。まあ、対戦相手には困んないかもしんないですね。あ、フリーフォアオールはね、なんかあんまりないね、立ってるの。なんか私が自分で部屋立てないと、できないぐらい、部屋が少ない。あ、あとなんかこれ、あれなんだよな、なんか爆破モードがないんだよね。まあ、あんのかもしんないけど、自分が部屋作ろうとした限りでは、そのモードはなかった。なんだろう、一回死んだらもう、味方が全員やられるか、相手が死ぬまで。待ちぼけ食らうっていうルール。まあ、サーチ&デストロイかな、あとは。あとキャプチャーザフラッグね。あとなんか、ウェポンレスっていう、キルを重ねれば重ねるほど武器が弱くなってって、最後ナイフで勝ったら、もう、ナイフでとどめ刺した陣営が勝ちみたいな。ウェポンレスっていうゲームもなかなか面白かったですね。おお、めっちゃ無敵モード。まあ、そんなとこかな。まあ、ちょっとね、やっぱね、古いゲームなんでね、これから人を増やすっていうのはきついのかもしれないね。スチームに入ったとはいえ。おお、やられた。まあ、全然なんかプレイできないグラフィックではないんだけど。
新しいゲームと比べるとやっぱちょっとね、グラフィックが気になる人が多いのではないかなっていう感じですね。おっと、めっちゃなんか他の人にキルを取られている。まあ M16 普通にめっちゃいるな。使いやすいんじゃないこれ。弾がもうなくなっちまうぜ。あ、M デキやられた。おっと、手前。あ、もうやられてたか。いた。やばい、いろいろ、ハンドガンでヒーロー取っていく。あちょっと、下手くそだな。今度上取っていきましょう。まあなんかちょっとこれ、押せ押せ気味な感じなんでね、一方的な試合展開になってきそう。いた。はい。さあ、奥から入って、はい、おぉ攻撃された。いやー、でもなんかね、フリーフォアオールのね、ケースね、もうちょっとなんか新しいので、ブラックスクワットにフリーフォアオール入れてほしいんだけどな。無理か。なんだろう、ラインオブサイトとアイアンサイトと、このゲームはね、フリーフォアオールあって結構やったんだけど、どのゲームもね、なんかマッチしなくてやめちゃったんだよね。なかなかね、あの部屋がないのと人が少ないので、ゲームは乗り立たなくて。フリーボールやっぱあんま人気ないのかね。いた。よし、倒した。おーっと、手前。さあ、リロード挟んで。なんかもう MP7 とこの銃何が違うのかよくわかんない。変わんないな。なんか挙動なんかあんまり、 CMJ も使ったけど、なんだろうな、弾のばらけパターンとかがね、あんま変わんないんだよね、全体的に。まあ、変わんのかもしんないけど、ブラックスクワットとかに比べたら反動が全然、あ、勝った。ないんですよね。という感じで M16 使ってみました。